はい、こんにちは、物欲なガヤ人です。今回はおなじみのタオトロニクスからのレビュー用品ご紹介いたします。今回8月7日発売の新製品です。タオトロニクスから発売予定発売のサウンドリバティ88というトゥーワイヤレスステレオイヤバッツ、いわゆる左右独立型のワイヤレスイヤホンご紹介いたします。パッケージはおなじみのタオトロニクスのこのようなオレンジのパッケージになっていまして、中身どんな形のイヤホンがワクワクいたしますね。では早速開封してチェックしていきます。開封しました。パッケージこのような内容になっています。説明書と充電用のケーブル、タイプ C のケーブルです。そして本体、今回このようなコンパクトなケースとなっていますね。前回サウンドリバティ92というモデル紹介して、非常にケースがコンパクト化されているというふうにお伝えしたんですけれども、今回ご紹介するこのサウンドリバティ88もなかなかコンパクトになっておりますね。本当にケースも大きいサイズのものからこれぐらいコンパクトになりつつあるかなというふうに感じております。そしてこのように技的マークもしっかりと掲載されていますので、もうここはねタオトロニクスは安心していいかなというふうに思います。そして充電はタイプ C ですので、このあたりももうほぼマイクロ USB からタイプ C に塗り替えが完了したという感じですね。そしてここに充電用のインジケーターが4つありますので、充電状況を確認することができます。このイヤホンのバッテリー持続時間はイヤホン単体では4時間の連続再生が可能と若干少なめにはなっていますけれども、1時間の充電でこのケース合わせて25時間使えるというので、こまめに使う分には問題ないかなという感じですね。パカッと開けますと、このような形でイヤホン装着されております。非常に余白部分が少なくてコンパクトな感じですね。そしてイヤホンも非常に取り出しやすいような、形、そして収納になっています。このように形状はこのように前回のサウンドリバティ92と同じようなインナーイヤー型のイヤホンになっています。いわゆるシリコンタイプのイヤーピースは付属していないタイプですね。アップルのイヤーポッツと同じようなデザイン形をしているかなというふうに思います。いわゆる黒うどんタイプという感じでしょうか。このようにストレートタイプでデザインとしては非常にシンプルです。そして装着感ですけれども、あんまりねこのタイプ私好きではないんですが、前回のモデルよりはこれツルツルしてない、ちょっとねザラッとした感じの素材感になってますので、耳への引っかかりっていうのはさほど悪くはないかなというふうに思いますけれども、カナル型のようなフィット感はないために運動とかでは厳しいかなというふうに個人的には思います。このあたりは各個人の耳の形とかにもよると思いますので、あくまで私個人の感想という感じです。そしてこのイヤホン何が特徴かと言いますと、エレボック AI ノイズキャンセリング機能を搭載しているということで、これ周囲の雑音を打ち消して話す音声を相手に送るということで、ノイキャンといっても自分の耳に聞こえるような一般的な AirPods Pro のようなノイキャンではなくて、マイクにノイズキャンセリングが搭載されているということです。特に効果に関してはなかなか分かりにくい点かなというふうに思いますけれども、昨今のテレワークとかでもこういった Bluetooth イヤホンというのはマイクとして活躍できるかなと思っていますので、そういった用途にも使えるんではないでしょうか。防水性能は IPX7 となっていまして、運動であったりちょっとした雨でも大丈夫かなというふうに思います。そしてこれまでにない機能としましては、これは Apple では普通にあったと思うんですけれども、自動耳検出という機能で、つけているかつけていないかっていうのをここにねセンサーがあるんですけど、この丸い部分ですね、イヤホンのここにセンサーがあるんですけれども、静電式センサーで耳との着脱を検出してくれます。ですので音楽流れている時にこのイヤホンを耳から外しますと一時停止しますし、再度つけると再生ができるという便利な機能が備わっています。ただ片耳だけ聞きたいと思っても片耳外すと音楽停止してしまうので、そのあたりは実際の使用用途によるかなと思いますけれども、まあ普通はね片耳外せば止まって問題ないかなというふうに思います。そして操作はタッチ式です。ここの部分をタッチするんですけれども、誤動作を防止するために耳につけている状態じゃないとタッチできなくなっているっていうのはなかなか嬉しいポイントかなというふうに思います。そして気になる音質ですけれども、音質に関しましてはねちょっと残念な感じかなって思います。あくまで私個人の感想ですけれども、いわゆる低音が強くてこもっていて解像感がないといった感じの音質です。
結構ね音がこもっているっていう感じですね。インナーイヤー型ということで遮音性は低くて周りの音が結構聞こえる感じなので、まあ本当に密閉されたのが嫌だよっていう方はいいかもしれないですけれども、音質的には相当ねこもっていてモコモコっとした感じになってしまっているので、うーんちょっとね残念かなっていうふうには思います。このあたりも好みは分かれるところですけれども、中高音綺麗でクリアな解像感っていった感じではないですね。ほんとこのイヤホンっていうのは機種によって音の傾向キャラクターっていうのが全然違うので、ある意味楽しいんですけれども、うん、このサウンドリバティ88は正直に私好みではない音質だと感じました。ということでいかがでしょうか。今回は非常に好みが分かれるかなというふうに感じました。ケースのサイズ感であったり、そして本体の質感、ケースへの装着性、激しい動きをしなければ耳への装着感もなかなかいいので、筐体としてはね非常にいいと思うんですけれども、個人的には音質だけがちょっと残念かなというふうに思いました。このようなインナーイヤー型の手軽なイヤホンお探しの方、タオトロニクスから新発売のサウンドリバティ88という商品チェックしてみてはいかがでしょうか。ということで今回も見てくださりどうもありがとうございます。